皆さんこんにちは。教室集客コンサルタント高橋貴子です。運気を上げる魔法の貴子録、本日のテーマはべきであるという言葉を手放そうというお話をしたいと思います。私もですね、過去結構完全主義者、完璧主義者だったので、こうあるべきであるとかね、こうするべきであるとか、割とそういう言葉を自分に、言い続けて、それで生きてきた人だったんですね。今は、多少はね、今も出ちゃうんですけど、なるべくべき論は使わないようにしているんですよね。なんか最たるものとしては、仕事っていうよりは、家庭とか、女性っていう立場っていうことでね、女性はこうあるべきであるとかよくあるじゃないですか。私このべき論が本当に好きじゃなくてですね、べきってなんだよ的な感覚はありますよね。だってそのべきっていうのはきっと誰かが作った常識じゃないですか。だからそこから外れるとなんか悪い人みたいなね感じで言いますけど、価値観は十人十色なので、自分で自分の価値観をべきっていう言葉を使って縛るのはあんまり良くないなというふうに思っているんですね。で、これを使っているとすごく無理をしたりとかですね、頑張りすぎてやっぱり疲れちゃうんですよね。あと場合によっては自分に嘘をつくことになりますね。そうでない自分をそうあるべき自分にする努力をする、そしてその努力ができない時でも人からそれを期待される場合にはそういう自分であろうとするっていうことで、破綻が起こった場合に、心身が病んでいくっていう場合がありますから、完全主義者の人ほどここは気をつけた方がいいかもしれません。私がそうだったから分かります。ここはね、だからべきっていうのは捨てた方がいい、手放した方がいい執着ですね。こうありたいとかこうしたいっていう、その気持ちに従って動けるようになると、かなりいろんなことが上手に叶うようになります。で、それは人によってはね、いや高橋さんはそうやってで稼ぐこともできてお金も作れてるからそういうこと言えるんですよとか言う人たまにいるかもしれないですけど、いや私だって最初からお金あったわけじゃないしみたいな、こういうふうにしたいなって思うその気持ちに沿って動いてきて、もちろんある程度踏ん張り効かせて馬力を効かせて頑張んなきゃいけない時っていうのはあるんですけれども、いつでもその欲しいものとか、なんていうのかな、そうしたいっていう欲求の方を優先するようにしてくると、例えば何か習いたいことがある、お金がない、ね、確かに諦めるっていうことももちろんタイミングが悪くて必要だと思うんですけど、どうしても気持ちがそこに突き動かされるんだったら、いや借金して習えばいいじゃないですか。でその借金分返すためのプラスアルファのお仕事とかお金を作る方法をどうしようかって考えるっていう、そういう感じでいいかなと思うんですよね。だから突き動かされる自分の衝動とか思いとかがある時には、その心の声を素直に聞いて従うっていうだけでもだいぶ道が開けてくるようになると思うんですよね。だからべき論、こうあるべき、例えばそれは我慢するべきとかも含めてなんですけど、その気持ちがあるとやっぱりどうしても本来の自分ではいられないので、どこかで破綻がきますよね。だからそのあたりは、少しね気楽な感じでやっていくっていうのもいいんじゃないのかなっていうふうに思いますので、ぜひご参考になさってください。それでは。